はい、どうもショピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ついに引っ越しを明日に迎えました。いや、お前の引っ越し事情とかどうでもいいわっていう思ってるあなた、まあ、僕はですね、この引っ越しを通してミニマリストの実態をシェアしようとしてるので、まあ、もしですね、この動画にちょっと言っても興味があったら、よかったら最後まで見てください。で、まあ明日ですね、引っ越し業者が来てその荷物をわーっとこう次の引っ越し先に持っていくんですけど、まだですね、完璧に荷造りができてるわけじゃないんですね。まあ今こういう状況でまだこれだけしか荷造りができてません。で、まあ、まだこういうものだったり、こういうものだったりっていうのがまだこういうものだったりっていうのがまだ荷造りできてないので、あとはもう今日の夜使うもの、明日の朝、今日の夜使って明日の朝梱包して発送してもらうっていうところまで、準備していこうかなというふうに思います。一応ですね、自他ともに認めるミニマリストとしてやってるわけなので、実際どれぐらいの荷物になるのかっていうのをちょっとシェアしたいなというふうに思います。アンドドン引きしてもらおうかなというふうに思ってます。その前にですね、一応引っ越し作業、まあ体力使うものなのでエネルギーを補給しようかなというふうに思います。今回こちらですね、最近ちょっと話題になってるっぽい透明なミルクティーでございます。添加物だけでハンバーグを作ってみたっていう動画を前見たことあるんですけど、それ見た瞬間ですね、本能的に身の危険を感じましたね。はいこれそればっか食べてたら絶対病気になるんだろうみたいな、これもですね若干同じような感覚を今感じてます。リアクションはできないんですが、まあ淡々と飲んでいきたいと思います。うん、これは本当に面白いねっていうぐらいのドリンクですね。これはゴゴティー飲んだ方が絶対。何？ドッペルゲンガー？はい、まずは台所ですね。もうコンセント来てですね、ここの結露とか氷とかそういうのをちょっと溶かす作業に入ってます。一旦どれぐらいのものがですねここにあるのかっていうのをちょっと今一度把握したいので、あ、なんもない。あ、蓋、鍋だけ。ここが、うん。で、ここ、まあ、こんなんで、と。やっぱ楽だなぁ。うん。と、まあ、こんな感じで広げてみましたけども、まあ、これが多いか少ないかはですね、あなたの判断に任せます。出し終わりました。今、こんな感じでございます。何にもないっていうか、めちゃくちゃスペース広いんですよね、この物件は。なので、ミニマリストの僕にはもう有り余りすぎててですね。冷蔵庫以外のものをですね、全部一通り持ってきました。まあ、こうやって見ると少なく感じますよね。で、次は、この、クローゼットですね。はい。まあ、今はクローゼットこんな感じになってます。これもですね、一気に出しちゃいましょう。はい、こっちも今こんな感じで、めちゃくちゃ広いんですね。クローゼットと台所のものを合わせるとこんな感じになります。でも僕自身ですね、これはちょっと細かいのが、要所要所で多いなという感じがしますね。はい、続いてバスルームです。まあバスルームはこんだけですね。あとトイレットペーパー、前回ピカピカになった鏡とシャンプーセットとタオルと眉毛剃り。はい、映してきました。細かいのがいっぱいありますね。ごちゃっと見えますね。まあ一点集中させてるんで多いんですけど、多く見えるんですけど、でもどうなんだろうな、やっぱいらないものありそうだな、まだまだ。はい、ラストはですね、この玄関先にあるこちらでございます。よいしょよいしょ。書類だったりプチプチだったり撮影機材だったり箱だったり、カバンだったり靴だったり、異業種な交流会です。撮影機材に関してはいろんなところでですね、カビちゃうじゃんって言われてるんですけど、まあプチプチだったりとか、こういう乾燥剤だったりとか入れまくってるんで、僕これでですね、夏でカビたことは一回もありません。はい、出してきました。いやだいぶまたごちゃごちゃしてきましたね。こっちはすっきりしましたよ。で、これは引っ越す前からデフォルトでやってやったので、これはしっかり置いておきます。ちなみに、この、洗濯機置き場も、まあご覧の通りですね。はい、あれ？ゴミは、
で、あとはこういう鏡ですよね。これも剥がさないといけないですね。でもこれ怖いな、怖いなこれ。あ、はい、うん、大丈夫、なんともなってない。はい、オッケー。はい、とりあえずこれで全部出し切りました。いや、いかがでしょうか。こうやってで、これを見せた状態で、はい、どうもミニマリストのショッピンですって言ったところで、まあ叩かれて終わりですよね。僕はですね、ここからさらにもう一工夫というか、もう一ステップ設けます。それは何かっていうと、この中からいらないものを排除すると。この中からさらに断捨離、最後の断捨離をするものを決めるというものですね。はい、じゃあ最後、まあこの中から断捨離するって決めたものは、じゃあここら辺に移します。はい、せーの、ドーン。はい、これだけです。もうこれだけですよ。あとは全部必要ということで、これをですね、じゃあ梱包していきましょうって言っても、絶対これ、この 1,2,3,4,5,5 じゃ絶対これ入らないし、もう ここまでやるのにもう2時間かかってますんで、今ですね、若干メンタルがやられてます。はい、ということで、またエネルギーをちょっと補給したいと思います。いやー疲れた。はい、ということでですね、今からここの空間を一気にスッキリさせたいと思います。はい、それではいきますよ、せーの。はい、ということで完成でございます。かれこれ3時間ぐらい作業していたので、あー疲れた。カーテンやってね、カーテンも外しました。いやー、ここまで結構かかりましたね。はい、こんな感じです。まだちょっと出てますけど、これ今夜使うやつなので、まだちょっと出してます。ガラクタになるのか、リサイクルされるのかっていうのは分かりませんけども、うん、本当に今までありがとう。ありがとうね。ありがとな。ありがとな。じゃあな。はい、ということで全ての工程が終わりました。お疲れ様です。12時から始めて今、4時18分ということでですね、まあいろいろとこう休み休みやりながらやっていたら4時間近く経ってしまいました。まあ5万円出せば至れり尽くせりな配送業者をまあお金で買えるわけなんですけど、僕はですね、基本的にどんどん経験を積んでいきたいタイプなので、今もですね、一人でやってみました。断捨離するものは断捨離して、で本当に必要なもの、本当に持っていくものだけ厳選した結果、どうなったかっていうと、はい、こんな感じになりました。はい、はい、こんな感じになりました。はい、これがですね、僕が持っていく荷物たちでございます。今こうやって見ると、まあここからここまで結構広く見えるんですけど、こうやって見ると分かりやすいかな。いや、あんま分かんないあんま分かんないな。なんか絵で見るとすごい多く見えるんですけど、あれ実際そんなんじゃないのにな。ぶっちゃけ赤棒の軽トラの体積の半分ぐらいしかいかない感じです、これは。まあただこの動画を見てるあなたからしたら、いや、ミニマリストなんでしょ、全然物多いじゃんって思ってるかもしれません。僕自身、あれなんかめちゃくちゃ多いなって感じてます。まあただですね、この動画ではあまりいい悪いで判断したくないので、まあ今回はこれぐらいの量になりましたよっていうのがあなたのためになったら、まあすごい嬉しいです。まあ今回もですね、1ミリでもためになりました、面白かったですというのでしたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。僕はですね、この後お風呂に入りながら、お風呂にゆっくり浸かりながら、ミスター都市伝説の LINE ライブを見て、今日はゆっくり過ごそうと思います。ってことで、また明日。